個目こちら、ででん、シュークリーム食べるの禁止。おおおお、いいラインだと思います。いや、これはね絶妙。いこう、でちゃん、いきます。僕の中止がこちら、シュークリーム。ただいま。おかえりなさい。おかえり。あ、これ食後のやつだけど、すげえいいやつ。お、いいね。めっちゃうまそう。元気出てみんな。シュークリームだかい。おいしそうだったな。いいよね、おいしいよね。あ、めっちゃうまそう。いいよ、みんなで食べよう。いいな、俺ここでガラ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 。ダメだよ。まあ普通にちょっとね、もうあの撮影も中頃ということでね、一度テンション上げてほしいということで普通におやつ買ってきましたよ。あ、嬉しい。めっちゃ嬉しい。おーい、いいね。イエーイ、イエーイ、イエーイ。あ、いいですか。ビアードパパの作りたて工房。じゃじゃーん。ああ。止めろ。アームハンマーだけはやめろ。どうしたんだ。どうした。地球ごと叩き合ってる。どうした。なんで。なんだこのゴミは。ちょっとメジータ。なんだこれ。だって甘党でしょ。甘党だよ。じゃあ嬉しいじゃん、こんなの。だって高校時代一緒にほらほら買ったじゃん。ね、美味しそう。これ俺も大好きなんだよ。上がった分下げてやろう。やばい。すみません、すみません、すみません。どうした、出てや。なんでこういうことするんだ。帰ってきました。美味しかった。美味しかったな。美味しいシュークリーム食べよう。美味しいシュークリーム、美味しいシュークリーム食べちゃう。今お前らの幸せは俺の手の中にあるんだ。嫌われるよ、嫌われるよ、マジで。気をつけたらいい、お前。帰る。いい子だ。トモエちゃん、めっちゃ美味しそうじゃん、めっちゃ。え、美味しそうだったら。いただくよ。いただきます。おい、やめろって。めっちゃうまそうじゃん。うわー、今シュークリームあんまいらないってばよ。俺もいらねー、めっちゃいらねー。食ってばよ。はいよ、食えよ。入ってねえでよ、食えるんだから。はい、ですよ。バッケー、コープレー。あー、わさびシュークリーム。わさびシュークリーム、これは大丈夫なんですか。さあ、ここでですね、はい、わさびシュークリーム出たんですけど、うん、今日朝ですね、イクト君から電話かかってきてですね、はい、てっちゃん、わさびシュークリームって食べれなくないですかって言って、僕めっちゃ気づきました。お前シュークリーム食べられません。え、ちょっと待って。それは誤算ってことですか。ええ、忘れてました。シュー君にあなたは罰ゲームで罰ゲームを書き消しました。すごい、素晴らしい。2つ目、お願いします。階段を上がるとき必ず一番一段飛ばし。70年とかなった時に。ほんとに。来い、千葉さん、いけ、いけ。階段を上がる時必ず一番。やばい、めっちゃきつい。ちょっと一番嫌だった。今みたいな嫌だよ。きつ、今みたいな嫌だわ。それきつくない。待って、きつ。一生以上同士。ダッシュぐらいじゃないと間に合わないですね。セックス大好きチーム、まずは岡崎公園に来ました。はい、もうこの階段早速上がっていきましょう。行きましょう。え、4 5 6、違う、7、君の個人的なやつだから。今から5秒間だけはその今の一番になるからやってみるって言ってよ。お前が犯人だ。お前じゃねえかよ。ご飯会社に先に移動してるから、お前は20分で出起きて走って会場来ないできなくなっちゃったよ。じゃあ今から20分アミキ発動します。いってらっしゃい。早く行った方がいいでしょ。おやすみ。今19時25分ね。はい。3つ目かな、唯一動画に出るのは。動画を撮るときに毎回何らかのポーズをどこかでやらなきゃいけない。あー、なるほどね。でね、まあ、だから引いちゃった人は、僕は令和の間このポーズ絶対動画のどっかでやりますって言ったら、絶対カメラ回ってるどっかでこれやんなきゃいけない。あー、なるほどね。それでも、いや、一生はなんかしんどいな、忘れそうだもん。走りついていきます。動画を撮るとき毎回何かのポーズをどこかでやろう。オッケー。今伝わった？ごめんなさい。まあ僕のやつですね。はい。メインの動画の中でね、撮るの忘れちゃったんですけど、としみつポーズを、はい。あります。決めないといけないんですよ。はい、どうしますか？
いや本当に挨拶の冒頭でしたいですね、忘れないように。ああ、まあそうですね、それがあんちゃんですよね。いやこれおもろなくていいんだよ。いやおもろくなくていいよ、うん、全然一緒やるんだよ。なんかおもろくなくて大丈夫かなって思ってるし、病気だよな、もう。いやもう本当に40歳の自分に殴られるかもしらんから。うん、じゃあこれだろ。おー、うん、全然いいと思います。全然いいと思います。全然、いや普通にすごいなっていう。なんだろうとすごいなっていや、お前らがすげえシュクリュー食べれへんだからヤドマってたスベイド、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 ヤドマってたスベイド。じゃあ1個目見せてください、はい、僕が1個目に書いたのはこちらです。でビールは朝日だけ。うわきつい。もうきついけど朝日は好き。だから飲み屋に朝日がなかったらビールは頼めないです。うわ結構やばいこと言ってるそれ。生中って言ってどこですかって聞いて恵比寿って言われたらダメです。これは危ない。おお重いでしょ。間違えてない、1個目だよ。だって今シンプルにビール禁止っていう瞬間が訪れるかもしれないってことだね。そうそうそう。まあ我慢、他のお酒は飲めるから。まあまあまあ、そうそうそう、飲み屋で困ることはないと、うん、おいーってなるだけか、その時だけ、うん、僕の中止がビールは朝日だけ。やばい、やばい。結構お酒好きなのに。えマジ、ね、えビール、ウームの打ち上げ楽しめないよ。やばい、ドイツとか行けないよ。やばい、ちょっと今からドイツ行ってくるわ。絶対行った方がいい、絶対行った方がいい。今日はいろいろとありがとうございました。ありがとうございました。乾杯。ありがとうございます。さあ、伊沢さん、札幌です。あはは、朝日ビールは朝日しか飲めないんですよ。ある、え、あった、お、まさかの。そんな、そんなご迷惑をもう、こうやって罰ゲームで人に迷惑をかけちゃいけないんですよ。俺だけが罰ゲームの良くないところ。塩だけ、塩だけでしょ。シンプルにね。おー、かわいい。いっちゃっていいですか、これは。どうぞどうぞ。これ僕が取った、ひだけちゃんを。はい、ジューシーでしょ。おー嬉しいな。グー出ました。グーグーグーが。そんなタイミングで朝日スーパードライ。あー来た。それまで飲んだもんだ。しまりやるから。申し訳ございません、うちの。迷惑だったな。うわ。うまそうに食うな。むしさん乾杯。むしさん乾杯。乾杯。乾杯。はい。で今日僕ね、ビール飲ませていただいてるんですけど、僕がビール飲んでるってことは朝日なんですけどね。朝日これマジでありがたいなっていうのが、ね、皆さんね、朝日のビールって言ったらスーパードライしかね、まあそうだね、知らないと思うんですけど、いいイメージはそれしかない。他にもあるんですよね、いろいろ。まあなんか朝日のなんか桜と か, なんか、うんうん、そのシーズンによって出たりしますよね。クリスタルなんちゃら。そうなんですけど、いいす、はい、このね、本当飲み屋とかにあるね、はい、スーパードライ以外のねやつ、なんとね、ここにね、こうビールサーバーがあるんですけど、ちょっとここ、これはもう、関係ない、もう、ないものなんですけど、このね、サーバーがですね、絶対朝日なんですよ。おー。で、今日はこれなんですけど、朝日の王城でございますね。王城？王城だったっけな？王城かな？王城かな？っていうやつなんですけど、これが、コロコロ変わるんですよ。あー、だから朝日内で、銘柄というか変わってくるってこと。そう、だから黒ビールの時もあるし、まあ、僕たち夢丸がね、記憶ないですけど、生放送した時に飲んでた、なんていうの、ベリーっぽいね、ビールのもあったりでね、いいんですよね。夢丸さん、あなたの十字架をお見せなさい。僕の十字架は、こちらです。コンビニでいけたー。やったー。いいやつやね、やりやがったな。一番いいの持ってかれた。いきます。はい。ん？一円玉は全部。うわー！これいいよ。めっちゃいい。ちなみに皆さんはどうですか、令和中罰ゲームの達成具合というか。俺一番楽なんだよね。ゼロ。なんだっけ？一円玉が出たらコンビニで募金するっていう。コンビニで小銭持ってることないじゃんか。うん、コンビニでだって現金使うことなんて絶対ないじゃん。確かにさすがにそうだ。
携帯で払うから俺もコンビニで1個だけって買うことほぼないんで、うん、タバコやめだしね、うん、だから1個だけ禁止か。そう、耳割れも無敵だな。飲み物となんかお菓子とか飲み物2本とか買うんで